罪深い、汚れた、土の器に過ぎないしもべですけれども、この講談を与えられたことを感謝いたします。土の器、崩れやすい、脆いものです。でも神様は賛美歌を与えてくださいました。歌うことを許してくださいました。賛美歌によって御言葉が語られる、御言葉を歌うことができる、そこにのみ私は喜び感謝持っています。神様どうぞ、私のような器ですけれども、あなたが迎えに来られるまで精一杯賛美歌を歌いながら御言葉を伝えることができますように、主をどうぞ導いてください。天の父様、この教会の上に主の導きが豊かに与えられますように、私のようなものをこの講談に導いてくださいました吉田牧師様、東谷牧師様、そして教会の皆さんに心から感謝しています。どうぞこの教会がさらに御言葉によって成長し、多くの人たちに福音を述べ伝え、主の喜ばれる教会となって、ますます豊かなる実を結ぶことができるように導いてください。民にあるものを主が守り導いてくださいますように、どうぞ皆さん方の健康が守られますように、すべてを主の御手に委ねます。主の導きが豊かに与えられますように、ただなる願い感謝祈り、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。